クリストファー・アン・ソニー・でのオフィアは、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード郡、ブリストル出身の元プロ野球選手、宇藤右内2020年シーズンより、MLB のコロラド・ロッキーズ参加の AA 級、ハートフォード・ヤード・ゴーツで監督を務める。2002年の MLB ドラフト19巡目で、シンシナティレッズから指名を受け、6月8日に契約。この年は、 参加のマイナー3球団でプレーし、計63試合に出場した。2003年は、A 級ポトマックキャノンズで128試合に出場。2004年は、A 級ポトマックと A 級チャタヌユガの2球団、合計で136試合に出場し、シーズン終了後ベストアウトフィールドアームに挙げられるなど、マイナーにおいて、着実にキャリアを積み重ねる。2005年、 AAQ チャタヌユガとトリプル AQ、ルイビルバッツの2球団合計で137試合、打率。317、出塁率。391、オプス、917、12盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、レッズのマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーに輝く。9月7日、ミルウォーキーブルワーズ戦において、メジャーデビューを果たす。3回の裏。 代打として登場し、空振り三振に倒れたが、9日のピッツバーグパイレーツ戦では、初アンダを本塁打で飾っている。また、オフには、アリゾナフォールリーグのオールプロスペクトチームに選ばれ、シーズン終了後チーム内の有望株リストで5位にランクされたほか、ベストストライクゾーンディシプリンにも選出された。2006年は、 メジャー昇格とマイナー降格を何度も繰り返したが、トリプル A 級、ルイビルで83試合、打率。349、出塁率。409、オプス、893、15盗塁をマークし、7月12日に、インターナショナルリーグのオールスターに出場すると、8月29日以降は、メジャー定着。49試合に出場して、 経験を積んだ上、一番打者として起用された試合では、打率302、出塁率373と結果を出した。2007年4月1日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。4月12日に60日間の故障者リストへ移動した。2007年4月27日に後日発表選手との トレードで、オークランドアスレチックスへ移籍。この年は、トミー・ジョン手術の影響でシーズンを全休した。2008年2月16日に、アスレチックスと1年契約に合意。2009年、第2回 WBC イタリア代表に選出され3試合すべてに、5番、中堅手として出場した。打率、4 0 2打点を記録。 シーズンではアスレチックスでプレーしたが、4試合の出場で2打数1得点1打点という結果しか残すことができなかった。しかし、参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでは107試合に出場して打率。271、9本塁打、49打点、15盗塁という成績を残している。オフの11月9日に FA となった。 2009年12月16日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2010年は参加のトリプル A 級ポートランドビーバーズで開幕を迎え5月17日にパドレスとメジャー契約を結んだ。この年は99試合に出場して打率271、9本塁打、36打点、8盗塁を記録した。オフの12月1日に パドレスと80万ドルの1年契約に合意した。2011年は111試合に出場して打率、277、5本塁打、19打点、11盗塁を記録した。オフの12月12日にパドレスと1年契約に合意した。2012年は130試合に出場して打率、293、8本塁打、36打点。 13投類を記録した。9月5日に、パドレスと総額425万ドルの2年契約を結んだ。サンディエゴパドレス時代2013年1月18日に、第3回 WBC イタリア代表に選ばれた。シーズンでは144試合に出場して打率、279、10本塁打、47打点、11投類を記録した。 2014年は89試合に出場して打率、242、1本塁打、16打点、8盗塁を記録した。2014年7月31日に、エイブラハム・アルモンテ、スティーブン・コール・シェーンとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。移籍後は32試合に出場して打率、195、2本塁打、5打点、1盗塁を記録した。 オフの10月30日に FA となった。2015年1月9日にシカゴカブスと260万ドル、出来高の1年契約を結んだ。この年は103試合に出場して打率。269、3本塁打、18打点を記録した。オフの11月2日に FA となった。2016年3月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び。 スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、27日に自由契約となった。その後、6月10日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級サクラメントでプレーし、36試合に出場して打率。255、4本塁打、15打点、2盗塁を記録した。8月15日に自由契約となった。 2017年1月13日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった開幕から参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーしていたが6月1日に自由契約となったこの年が現役最後のシーズンとなった2018年よりカブスのフロント入りした2019年には 同級団のクオリティコントロールコーチに就任するも、1年で退任した。2020年シーズンからは、ロッキーズ参加の AA 級ハートフォードヤードゴーツで監督を務める。選球眼が鋭く、コンタクトの上手さとパワーも兼ね備えている。スピードがあり、守備範囲が広く、強権でもある。バランスよくまとまってはいるが、逆に言うと器用貧乏であり、 突出した武器がないと指摘する声もある。マイナー5年間の通算成績は、打率296、出塁率377、オプス818。ありがとうございます。